小田守監督作品、狼子供の雨と雪の漫画版や、オリジナル作品、5時間目の戦争などで知られる漫画家の優さんが7月1日、急性心不全により亡くなっていたことが分かりました。9月25日に優さんの夫により優さんのツイッターアカウントを通じて明かされました。ツイートによると優さんは2017年5月末頃に体調を崩し長期療養していましたが、 心不全は、持病とは直接関係のないもので、徐々に回復へ向かっている中での、突然の出来事だったとのこと。2014年からの長期連載作、5時間目の戦争は2017年2月に完結を迎え、最終巻きが3月に発売。また、フルカラー作品集、さよなら、またね、も、今年1月に発売されていました。優さんの夫は、 ずっと夢であった漫画家になれ、ファンの方々や仕事を共にした人々に支えられ、とても幸せな人生だったと思いますと感謝を述べると、共に、ただ、新作の構想をしている最中で、このようなことになり、ゆう本人は悲しく思っていると思いますと、ゆうさんの無念を押し量る内容のコメントを投稿しています。ゆうさんの訃報に、ファンや関係者の間では、 驚きと悲しみの声が広がっています。703×73 の作者で、ユさんの単行本に寄稿したことのある漫画家の杉、はじめいくらさんは、ユさんの不法を担当に告げられたとき、本当にショックで、この不法は本当に、彼女が一番悔しい思いをしていると思いますと、ツイート。また、ユさんが連載していた、角川、ヤングベース編集部は、不法に接したときは、 全く信じられなくて膝の力が抜けたのを覚えています。今も信じられませんとコメントしています。